おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。彩りチンジャオロースです。まずね、ピーマンを細切りします。パプリカも細切りにするよ。小松菜はね、食べやすい長さにも適当でザクザク切ります。ウインナーは半分に切って、これ何印っていうの、米印、ちょっとわからんけど、この形にね切り込みを入れる。間違っちゃった。ハムは半分に畳んで切り込みを入れるよ。そしたらね、端からくるくるっと巻く。でね、私はね、爪楊枝でね、詰める時まで固定してます。で、カニカマを4等分ぐらいに切って、包丁の腹でほぐします。豚肉は細切りです。これね、昨日ね、忘れてて、夜冷蔵庫に移したんだけどさ、冷凍から。若干ね、真ん中あたりが凍ってたけど、気にしない。どうせ炒めれば火が通るから。でね、下味をつけます。分量はこれです。そしたらしっかり揉み込むよ。調味料を合わせておきます。分量はね、これです。そしてね、オイスターソース、前回も買ってこないとって言ったのにね、買い物行ってもね、忘れちゃって絞り出したって感じ。だからこれをね、しっかり混ぜる。で、卵焼きの準備です。今日はね、カニ玉風の卵焼きにしたんだ。で、ネギもね、なくなった。でも買い物行きたくない。出たくない。まあ今日ね、あれだね、よっこいしょ。で、卵焼きから焼く。今日ね、どっから話すつもりだった、ちょっと忘れちゃった。困っちゃう。そう、息子ね、昨日のね、お昼過ぎからね、平熱にね、なってるんだよね。だから本当はね、今日26日は息子のね、大学病院の受診日なんだけど、昨日熱があったし、風邪症状があるからさ、今さ、このご時世、病院側もね、一応体調が悪い人は入れやれんからね、今日9時になったら電話をして聞いてみないとと思い方です。前もさ、普通に大学病院に行って、熱も平熱、このなんか2週間以内に県外にも行ってない、引きこもりだしね。って言って、なんていうの、受付の済ましたところでさ、そういう検査があるのよ。そしたらね、そこの検査の人が、体調の悪いところはないですかって聞かれたらさ、息子がいきなり喉が痛いですって言ったら、別室にね、通されて隔離されて、今日は診察できませんってね、なんていうの、行って帰ってきたっていうことがあったからさ、やっぱ今風邪症状があるから、一応ね、確認をしてから、電話をして確認をして、でいいか来ないでくださいっていう薬価確認をしてみないといかんです。
これで卵焼きの出来上がり。今日はねフライパンで自分の手をじいて当たっちゃった。痛かったです。でウインナーを焼くよ。ごま油を熱します。そしてね小松菜をどんと入れて炒めるよ。そしたらね分量はこれです。そして炒め合わせて小松菜の塩昆布ごま炒めの出来上がりです。油を熱します。そしたらね豚肉をどんと入れて炒めるよ。私は本当はバラ肉の方が好きだけど今日解凍してた肉があのロースだったからね、ロースを使った。でピーマンとパプリカもどんと入れて炒め合わせます。合わせ調味料をザバッと入れて、そしてねタレをしっかり絡めながら炒め合わせるよ。落ちたピーマンはそっとねフライパンに戻す。ちゃんとねあのパストリーゼで拭いてるから大丈夫。これで彩りチンジャオロースの出来上がり。詰めます。大葉で仕切ってご飯はね段差をつけてます。そしてカップを敷いてここにねチンジャオロースから詰めるよ。本当はさ緑とか黄色とか赤がきれいく出るように詰めればいいんだけど、もうこのね詰めようとしてたらもう夫がね行く段取りを始めたからね慌ててます。で卵焼きは断面が見えるように詰めて、カップを敷いてここにね小松菜の塩昆布ごま炒めを詰めるよ。そして何を詰めたかな？ウインナーだね。ウインナーをちょんちょんと詰めて、でお花ハムはねこれ爪楊枝を外してからね詰めた。でミニトマトをちょこんと乗っけて、今日はね塩じゃないごま塩ふりかけです。梅干しをちょんと添えて今日のお弁当の出来上がり。今日はねこんな感じのお弁当でした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。